ィジカルを鍛えるということで、かなり筋トレとか有酸素運動とか強めにやるようにしていて、今年、まあ、去年の年末からダイエットを始めたんですけど、去年の12月からもう体重も7キロぐらい落ちたのかな。で、筋トレ自体はまだ2月に入ってから始めたんで、まだ2、3週間しか経ってないんですけど、でもそれでもだいぶフィジカル的には良くなってるとは思います。まあもちろん体重が7キロ減れば足にかかる負担も減るわけですし、さらに筋トレで足の筋肉もだいぶ鍛えているので、おそらくフットワークはものすごく変わっているんじゃないかと思ってます。ただフットワークって結局のところ読みとかとの兼ね合いもあって、どうも私は読みと心中してしまって、読みが外れたら動けなくなることがもともと多いのが、せっかくフットワーク足自体が動くようになっても動くのやめちゃったら負けなんで、そこはちょっとまだ改良できてないかなとは思いますね。あとサーブですね。サーブ最近フラットサーブファーストにしっかり打つようにしていて、だいぶ確率も上がってきているので、単にフラットってだけじゃなくて、ちゃんとファーストとして意味のあるファーストフラットサーブをコースに打つ、もちろんスライスとかスピンとかもちゃんと混ぜるってやりながら、セカンドは今まで通り安定感のあるセカンドを維持するということをやっていきたいですね。今回今日インスピ中級行った後に来週も連続で撮ってるんで、今日手応えがあって勝てたらいいし、勝てなくてもできれば来週までにそれを調整して、なんとか早く中級1回優勝したいですね。来月3月からはもう市民大会、春の市民大会が始まるんで、それのためにインスピ中級勝っていい感触で市民大会に臨めるようにしたいです。予選の1回戦は試合映像なしです。今1試合目が終わって6-5で勝ちました。すごい、なんでしょうね、相手の方は強打してこないけど、本当ミスが少ないし、前も後ろ、前で打てても後ろ打ってもなんかそんなに強くは打たないけど、コースには打ってきてミスが少ない方で、いやこっちも序盤は打てなかったんで、まあ接戦になってもしょうがないんだけど、後半こっち打ってきて、速い球打ってもそれでもそんなに相手のペースが変わらなくて、本当にミスが少ない、しかもワンチャンスでコース打ってくることがうまい方でしたね。本当にブレーク先行して逆転されて先行されてみたいな、こう本当に接戦で、最後お互い結構最後緊張感から大事なポイントを自滅して失うのが結構あって、ギリギリ競り勝って6-5でした。これはちょっと面白かったんでビデオを YouTube に載せたいぐらいだったんですけど、相手からちょっとビデオを撮るのは OK だったんですけど、 YouTube に載せるのは NG だったんで残念ですが、すげえ面白い試合でした。久しぶりに1回戦からこんな緊張感がある状態で最後までできました。いやまあでもこれでひとまず最初の結構本当に超ギリギリの戦いを勝てたんで、なんとか次も勝って決勝トーナメントに残りたいですね。予選決勝も試合映像はなしです。今2試合目終わって、6-1 で勝ちました。1試合目でだいぶ体が温まってて、最初から動けたんで、かなり積極的に攻撃できて、で、
相手の方が結構2試合連続だったんで慎重に来たのかな、なんか結構慎重にスター立ち上がったところをこっちが早めにガンガン攻めて有利な展開になって、その後相手もフラットサーブを多めに使ってきて結構サーブが入った時にはかなり厳しい展開だったんですけど、なんとかフラットサーブはブロックで返しつつストローク戦になったら積極的に攻めるという戦い方で勝ちました。次は、準決勝かな、準決勝があるんで頑張りたいと思います。体力的にはまだ全然余裕ですね。準決勝は YouTube に載せる許可を相手の方にいただいたので試合映像付きです。ありがとうございます。
ラストスピン。
決勝も YouTube に載せる許可をいただいたので試合映像付きです。
Thank you.
で、インスピ中級シングルス初優勝、ようやくできました。1年以上苦しんだ気がしますね。この決勝までは何回か行ったけど、勝ちきれなくて。いやでもとにかく勝ててよかったです。長い挑戦でした。いやでも、本当に、フィジカルトレーニングの効果は高いですね。いつも、本当に、4試合やった後のESPもらって、すごいだるいのに、こんなに肉体的に余裕があるっていうのは、すごい差です。いやー、ほんと、1ヶ月ぐらいでこんなに変わるか。やっぱ体重が減ったことが大きいのかな。7キロ減ったら、7キロの重りがなくなったわけですからね。足腰にかかる負担も減るでしょうし。うん、なんか、いい傾向です。やっぱり、テニス、なんだかんだで技術とか、打ち方とか戦術とかいろんなことを考えて、トライして、勝ちきれなかったですけど、脳筋な話ですけど、結局はフィジカル鍛えた方が早いんじゃねっていう理論はちょっと一部証明された気がしますね。